はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、まずちょっと見ていただきましょう。はい、こちらです。今回は、呪術廻戦オンリーの、ことになっているんですけど、今回、ヘルモードに今なっております。まあヘルモードというのは先に言っておくと、体力 1.5 倍、防御力アップ、移動速度、上昇、さらにまあ呼吸、ここでいう術式がまあ1秒に1回ぐらい術式が出るという、恐ろしいものなんですけど、今回は、ヘル、呪術師 VS ヘル、呪霊、まあ、特急、主に特急呪霊。待って、全員特急か？一応長宗も特急になるんだっけ？全員特急呪霊。特急呪霊 VS、呪術師になります。はい。で、まあ、パッと見ね。まあ、やっぱり特急呪霊の方が強いんですよ。五条先生が、まあ、さすがに無敵すぎるのでいない。ということで、まあ、最強が今んとこ乙骨くんとかになってくるんですけど、でさらに今回ですね、クジラさんの、ゲトウスグルも入れました。すごい強いんですよ。渦巻き使ったりとかしてくるので、まあこちらはまあ呪霊とか長宗、ダコン、花見、真人、菅原さん、上後、ゲトウスグルと。でまあ今回スクナがいない理由なんですけど、それが人間側が勝つ確率というかをがっつり上げます。はい、こちらです。イタドリくんですね。イタドリくんはやられるとスクナになります。なのでスクナで、そのやられたスクナでどこまでいけるのかっていう、ことになりますね。で他の人間なんですけど、こちら伏黒杜氏、こちらもクジラさんの、今回は伏黒杜氏を使ってみたいと思います。はい。で乙骨くん、まあ、ここの3人でどれだけ戦えるかっていうことになるかな。うん。で、伏黒くんも一応入れてるんですけど、その理由が、伏黒くんはたまに、まあ、マコラを出すんですよ。マコラを出したら、伏黒くんはもちろんマコラにやられてしまうんですけど、マコラも戦ってくれると。だから、運次第ではマコラも登場させることができます。はい。っていう形です。でも、伏黒くん体力120とかだから、すぐやられて マコラが出るか、出ないかで、かなり戦い方が変わってくるかなと。いうことで、今回やっていきましょう。とりあえず、東堂、七海、伏黒くん、乙骨くんまで出そうか。で、こちらは特急呪霊ということで、こういう感じですね。で、行きましょう。一応ちょっと今回、呪術廻戦の、最も一応入れてきてあるので、飛ばされた時用に、はい、こちら。じゃあ行こうか。じゃあまず、東堂。まあ、東堂はね、これから今後、最近、呪術クラフト、クジラさんとオルカさんが共同で作っている、モッドがあるんですけど、そちらで、動画、昨日かな、一昨日かな、見てもらったら分かると思うんですけど、トゲくんが追加されたりとか、新たな呪霊が追加されたり、そして今回でいう当時と、あとゲトウですね、新たに追加されているので、まあ東堂も追加されると思います。てか東堂はね、多分ね、かなりどうだろう、これゴルゴンさんが作られたんですけど、このままでもいい気はするんだけどね、東堂に関しては見た目っていうか。じゃあ行きましょう。行くぞ。さあ、270と東堂225。で、ブギウギでしたね。ごめんなさい。ウギブギって言ってたけど。で、東堂に関しては一応技はあるんだけど、多分この勝負でしたら、さすがに特急が勝つんじゃないのかな？うん。この5枚おろしされた特急もね、特急にしてはやっぱりそんなに強くはない方なんだけど、さすがに東堂には勝てるとは、まあ、東堂がね、今後、絶対、新しい呪術クラフトだと、新しい呪術クラフトに関しては、すごい原作再現じゃないけど、武闘っていうかね、戦いを、なるほど。でもほぼ互角だ。その戦闘っていうかね、物理メインなんですよ。結構、だから、東堂もすごい輝くと思うんですよね。さあ、そして、長宗。まあ、長宗に関しても、やっぱり、原作知ってる方、まあ、ネタバレになりますので、あんまり言わないんだけど、その、長宗に関しても、すごい今、大活躍というか、しているので、新しい呪術クラフトの時は、長宗もすごい、術式も追加されてるんじゃないかな。まだ、今、ね、これ、こちらの今、呪術回戦のモッドなんですけど、そちらを入れてるんですけど、はちょっとバグでね、アップデートができないので、長宗のアップデートができないんですが、だから、ちょっと呪術クラフトではすごい楽しみにしておりますと。さあ、この長宗のこの技が強いんだよ。一撃技、これはね、かなり火力があるから。ナナミンどうだ、これ長宗とナナミンで、これで長宗がもしナナミンと互角なようだったら、これかなりやっぱり特急呪霊側としては前半でかなり勝ち越しておかないといけないんで。さあ、ここでナナミンが残り84ですね。さあ、こっからだね。
こっから、特急呪霊側は一気にどれだけその乙骨くんかな、乙骨くんを倒すまでにどれだけ稼げるか、貯金というか、貯金って言ったらあれだけど、スクナと当時がかなり強い、さらにスクナも強いので、おっと大丈夫か、おーいいね。さあそしてここでナナミンが退場かな、退場ですね。さあそして伏黒くん、ここ次第、ここでマコラが出るかどうか。さあ番所出てきたの、番所、いやまだこれからいっぱい出すからね。このどうだ、マコラ出すか、マコラは、マコラ出ない、まだ出ない。いやーそしてダットが出る、そろそろ出るんじゃないか。あー出たー、マコラー、最後に伏黒くんやりました、最後にマコラ出した、これはあるのでは、最後にマコラ出したぞ。伏黒くんもう去り際に、散り際にマコラ出した。最後残り体力20何とかだったけど、あれでマコラを出すことができるんですよ。でも今回ヘルモードの呪術回戦だったから多分マコラ出せた。普通あんなに召喚一気にしないので、いやこれは人間側かなり有利になったのでは。だってマコラ体力750だもんね。これ下手したら少ななしでも勝てるかもね。いやでもこれ意外と今回のこのヘルモードに関しては、あのね、花見がすごい強化されたんだよ、なぜか。すごい花見がとんでもない防御力を持ってるイメージがあるから、これでマコラと花見が相殺すれば、そうだね、あのまだ可能性はあるかなって感じ。ちょっとごめんなさい、こうしますね。もうちょっと今多分今戦ってる、あーでもなんだかんだ残り3体でもこっちも残り4体、これは人間側がかなり、てかマコラが出たことによってかなり変わってきたな。まあそうだね、イタドリくんでスクナで多分勝つのは厳しくなってきたかな、さすがにこの状況で特急呪霊側が。でもそのスクナなしで人間が勝てるかどうかっていう検証もちょっと見てみたい気はするから。いやでもやっぱりこれマコラと花見が、花見がやっぱり強化された気がする、ヘルモードになって。どうなんだろう、そのヘルモードって新しい要はアップデーみたいなもんなので、それでもしかしたら花見のステータスが修正されてる可能性もある。でほら見てください、この回数、術式の回数、もう1秒に1回、2秒に1回ぐらいか、ほら撃ってるからさ。そんでマコラは、残念ながら術式は持ってないので、そう考えるとまあちょっとヘルモードに関してはマコラは恩恵は受けてないわけではないけどせ、防御力も攻撃力も 1.5 倍してるから。でも術式をこんなにいっぱい打てないっていうこともあって、マコラは若干まあヘルモードの中では弱体化が入ったみたいな感じになってるかな。そう、しかしてか花見がなんかちっちゃく見えるのやっぱりマコラでかいな。てかマコラほんと大きいな、伏黒くんがマコラを出したの。それなければ多分もう今頃乙骨くんともう花見でずっと今戦い合ってるもん。で乙骨くんがそろそろなんか体力的にかなり厳しい状況になっているみたいな。さあそしてここで自閉炎どうかでね、自閉炎どうか、あー食らってるね、大丈夫だね、定数ダメージは入って。あれでもなんか自閉炎どうかなんか定数ダメージ入ってなくない、多分マコラの今これ、あーマコラじゃない、マヒトの通常攻撃だよね多分これ。ほら入ってない、若干ちょっとヘルモードで。どうした、何遊んでんの、いいよこんなちょこんな遊ばなくて、遊ばなくていい、そういう遊びいらないから。あれちょっと待って、いきなりマコラだ、ちょっと待って、マコラだけでこんだけかなり削れることになるとは思わなかった。さあそしてここでマコラがようやく退場。マジか、花見とマヒトにほぼ。さあこれ自閉炎どうか打ってるんだけど、残念ながら多分定数ダメージがちょっと多分ヘルモードで、まあ一応ね特別にもらったモッドなのでね、修正とかはいらないというかいいんですけど、ちょっとマヒトあれだね、領域展開打てないっていうのはかなりそうだね、痛手ではあると思う。さあそしてここで藤原さん行きましょう。さあごめん、菅原さんは体力的にはそんなにないんだけど、このヘルモードに関してはもう雷どんどんどんですよ。どこ行った、下か、ここか、いたこの雷、連続雷が相当強い。だから乙骨くん相手にも引けを取らない。で、乙骨くんがやっぱりこのヘルモード強いんだよな。攻撃回数が非常に高いから。さあ、しかし、菅原さん負けていない。雷どんどんどん。そして、乙骨くん残り体力188。菅原さんがどうかな、先にやられる気はするが、やられたか、やられましたね。さあ、それではジョーゴ行きましょう。ジョーゴもやっぱり、領域展開、外観、鉄地線が、定数ダメージ入る。さあ、僕の前に来た。
ダゴグの場合これの火力がヤバすぎるという問題について皆さんと話し合いたい。お強い。ちょ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 、ジョーゴー、おい、どこ行くんだい。行ってきなさい。行ってくるのです。さあ戦うのです。さあ伏黒当時、こちら人間側ですね。一応お外観鉄線でも鉄ダメージ多分入んないんじゃないかな。これダメージ入ってない感じするね。さあしかしこの当時で板取くんはすぐ倒せるとして、スクナになった時にどうなるかかな。ここでジョーグが当時に勝てばいいんだけど、さすがに厳しいね。当時強、体力975ですって。そうだね、元が650だったんだよ当時。あの、このクジラさんの当時はね、確かオルカさんの当時が350とかじゃなかったかな。まあでも元々当時すごい強いからね、それぐらいあっていいと思う正直。うん、それぐらいの多分強さは持ってるはず。こんな感じでは最後ゲトウ、ゲトウも強いから678ということで、うん、そうだね。さあ果たしてゲトウは勝てるのか。さあ来ました。これもしかしたら渦巻きも含めたら、いやー弾き返すんかい。遠距離攻撃弾き返しますね当時。わあすごい、弾くんだ。これ知らんかったね。あれ触手というかあれですね、なんかそれを打ったんだけど、さあ果たしてどうだ。実2対1よ、実2対1だが、うわ、移動が早い、移動が早い、移動が早い。さあ今クジラさんのモッド同士が戦っているという、あの前の紹介した動画みたいな感じになってるかね。さあ365、そしてゲトウが、いやこれなんとかスクナまで持っていきたいが、これもしかしたら当時に負けるかもしれないね。いやマコラがかなり大きかった。マコラでほんといろいろ持っていかれたからな。さあそしてゲトウが登れない、登れない。さあそして当時くんが来てくれた、こちらに。残りはゲトウのみ、残りはゲトウでこれ勝てる。残り体力254、そして当時が、ああ92。これはもう多分ゲトウが当時に勝てそうな気はするが、問題はその次だな。さあそしてゲトウが残り体力167の状態で最後虎杖くんですね。まあ虎杖くんにはさすがに勝てると思うんだけど、警定権とかしかないからね。問題は少ないよ、問題です。これで、イタドリくんがやられた後にすぐスクナになってしまう。さあ、そしてここでスクナに変身と変身してしまったスクナ。これは領域展開が来た瞬間、ゲトウの終了が、しかしどれだけダメージを与えられるか、それによる。ゲトウ頑張れ、ここはゲトウを応援させていただく。人間が、うん、うわぁ渦巻き、渦巻きあるぞ、渦巻きで、どれくらい食らう、いけ渦巻き、え、ダメージ食らわしたのか、当たったのかな。はい、ということで、残念ながら、300ぐらいか、スクナに。ダメージ与えたところで、そうですね、人間側の勝利と、いうことになりました。まあ、これは、どうだろうな、伏黒くんがまあ、マコラを出してなくてもギリギリ少なかったんじゃないかな。いや、でもわかんないな、花見と、そうだね、花見とマヒトが多分下手したら無傷の状態、いや無傷はないか、まあでもかなり残した状態でスクナに挑めたから、いい勝負までは持っていけたかもしれないですね。はい、ということで今回はヘルモードの呪術師 VS ヘルモードの特級呪霊と戦わしてみましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、今後呪術クラフトがどんどん今アップデートされていて、今のところゲトウ、当時、そしてスクナで、新呪霊たちですね、新呪霊とトゲくんが追加されているので、まあここからどん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 、まあどん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 って、もちろん作ってるのもちろん僕じゃないので、ちょっとなんとも言えないんですけど、まあアップデートは続いていくと思いますので、まあその、キャラクターたちが、まあ、結構いろいろ集まったら、その新呪術回戦のクラフトというかね、新呪術クラフトでそちらで対戦もさせていきたいなと思いますので、よかったら見ていただけると嬉しいです。はい、ということでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバイ。